クワガタムシ赤とは、昆虫砂、甲虫木、クワガタムシ化に属する赤の一つ。クワガタムシ化最大の赤であり、ほとんどのクワガタムシはこの赤に分類される。多くの属に分類されて多様化しており、主な特徴として、足の左右の元節は隣接せず、やや扁平な体つき、触覚の変常節は他の赤ほど集約せず、発達したまぶち突起を持つなどが挙げられる。 性的二成は顕著で、オスは、大顎の大きさに合わせての頭部も幅広いものが多いだが、チリクワガタ族、ムナコブクワガタ族、丸型クワガタ族などでは、雌雄ともに頭部が小さく、金色クワガタ赤の外見に近い。チビクワガタ族やコマルクワガタ族のような、性的二成がほぼ見られない群もある。ネブトクワガタエゴスラビカリスチリクワガタキアサーグニソズ、グランティート。 キラファノコギリクワガタプロシッパコイレスジャーフェ、世界最大のクワガタムシヨーロッパミヤマクワガタルコネス、ケルブスと以下の分類は、スミス2006によって提唱され、ルリクワガタ類とチビクワガタ類を含んだ体系となる。オーストラログニソズアリケウスチルアスタマスのゾクアミオは、それぞれスフェノグニソズパイクノサイフェラススクレラスタマスと、重複になるため、ここで学名のみを記す。 キムファレルの分子系統解析により、クワガタムシアカの大部分の分岐順序が明らかとなっている。中に、ルリクワガタ族は最も基盤的で、残りすべての分類と姉妹群をなす。かつて一部の文献に赤として独自に分類されたチビクワガタ族もクワガタムシアカに含まれることが明らかになった。ありがとうございます。